みこんにちは、タートルです。今回ですね、ふくらはぎを細くする方法を紹介したいと思います。まずですね、女性ふくらはぎがとても気になっている人すごくね多いと思います。ですがね、ふくらはぎを細くする方法というのはとても難しいです。ふくらはぎというのはまず使いすぎてもダメです。動かなくってもダメです。よく歩く人、立ち仕事の人、そしてデスクワークの人、座りっぱなしの人、いろいろね、いると思います。まず一番大切なことは、使った以上に疲れを取る。これがすごく大事です。使わなくてもダメです。使いすぎてもダメです。使った以上に疲れを取る、これがまず一番ふくらはぎを細くするポイントです。それを踏まえた上でですね、今からふくらはぎを使うトレーニングを紹介します。この壁を使ってですね、まず寝っ転がります。寝た状態でですね、足首の硬さによってお尻の位置は変えてください。この状態でですね、壁にかかとをつけて、足の裏がですね壁につくように、壁につくぐらいの幅にお尻を合わせます。お尻の位置が分かったらですね、ここから足の裏が壁につくまでぐーっと動かします。そしたらまた戻します。ぐーっと戻します。ぐーっと力を入れて戻します。ぐーっといきます。はい、戻します。これをですね、だいたい15回から20回ぐらいやってください。で、早すぎてもダメです。できればですね、しっかり力を入れてゆっくり足の裏を壁につけていく感じです。そしてこれ戻す時なんですけど、戻す時にグッと戻しちゃうとですね、ふくらはぎよりも先にすねの骨の外側がですね先に疲れてきます。こっちが先に疲れてしまうと、動かしていてもそっちに意識がいっちゃって、そっちがねどんどんトレーニングになっちゃうので、この状態で足の裏を壁につけたら、力を抜いてつま先を戻します。力を入れてやっちゃうとここが疲れます。すねの横の部分が、なのでそこは疲れささないように、ゆっくり足の裏をつけたら、力を入れないようにつま先を戻す。ぐーっと力を入れてつま先をゆっくり戻す。で、このつま先の角度なんですけど、できるだけまっすぐ動かしてください。つま先広がってはダメです。少し内股ぐらいの気持ちでぐーっと足の裏をつけたら、これがまずふくらはぎを鍛える方法です。よくね、壁に手をついてかかとの上げ下げ、こういったねトレーニングする方法をやっている人もいると思います。それはですね、少し負荷が高いです。例えば体重によってはですね、ふくらはぎが太くなる人ももちろんいます。ふくらはぎを細くするポイントは、実はですね、最小限の力でいらない筋肉を落とす、ふくらはぎの筋肉を実はね少し落とすところにポイントがあります。じゃあ筋肉を落として大丈夫なのかと思うんですが、ふくらはぎの筋肉が多いからといって代謝が上がることにはねそこまでつながりません。それならまだ太ももをしっかり鍛えてね、代謝を上げた方がよっぽどいいです。すごくたくさん歩いてる人、ふくらはぎをね細くしようと思って1万歩とかね歩いてる人、結構ね足がいつも張ってて細くなってない人多いと思います。まずそのね歩き方にもすごくポイントがあります。その歩き方も紹介しようと思います。その歩き方なんですけど、まずね普通の人が歩いてるのって、大股、早歩き、いろいろあると思うんですが、実はですね地面を結構ね蹴って歩いてます。こういう感じでかかとを上げて地面を蹴ります。で、足をね実はあんまり上げてないです。本当にふくらはぎだけで結構皆さん歩いてます。ということはですね、自分の体重、例えば50キロある人がですねふくらはぎだけを使って歩くとすれば、ふくらはぎ、もちろんももにも力が入るけど、ふくらはぎにね例えば50キロの人が20キロずつぐらいふくらはぎを使って歩いてるわけです。そうするとね、ふくらはぎの形はやっぱり悪くなりますし、もちろんそれだけ負荷かかれば太くもなります。ふくらはぎを使って歩くんじゃなくって、少しね足をペタペタ歩く感じです。あんまり地面を蹴るんじゃなくて、ちょっとももを上げてベタ足、気持ちベタ足で歩く感じで歩くとですね、ふくらはぎへの負担が軽減されて、ももへね力がかかります。もちろんここまで上げなくってもいいんですけど、膝をあんまり上がらないように歩いてる人じゃなくって、膝をね少しだけ、膝の差半分ぐらい、それぐらい歩くだけでもですね、ふくらはぎへの負担が軽減されます。
そうやってふくらはぎの負荷を軽くして使うこと。そうすればですね、1日例えば結構歩いたりトレーニングもし今みたいにやったとしてもですね、体重かけてふくらはぎを使ってるわけではないので、程よくねふくらはぎを使ってます。そして1日でのふくらはぎの負担が減るので疲れにくいです。そうするとですね、ふくらはぎをしっかりほぐせば次の日、細くなった次の日が来ます。また同じように負荷をかけずに使ってあげて、その日の疲れをその日に取ってあげます。そうするとですね、いつもふくらはぎが疲れてない足になるので、ふくらはぎが徐々にですね、いらない筋肉を削っていってくれます。そうするとふくらはぎが徐々に細くなっていきます。変な使い方をしてるとですね、ふくらはぎの位置が横に行ってしまったりとか、あとは足首だけ細くて膝の方にかけてどんどん太くなっていったりね、いろんな変な形になってしまいます。一番いいのはですね、本当に足首から膨らみがないように少しずつ太くなっていくっていうふくらはぎがね、一番綺麗な足になった、一番綺麗なふくらはぎだと思います。そのふくらはぎを目指して壁を使って適度に鍛える。で、上げる時には力をあんまり入れない、そーっとつま先を上げて戻す。で、壁に足の裏がつくようにふくらはぎを使ってあげます。あとは日々歩くことは気をつけましょう。膝を少し上げる気持ちで、足の裏を気持ちベタ足な気持ちで地面をあんまり蹴らずに歩いてください。あとは寝る前にしっかりストレッチとマッサージです。ぜひ頑張ってみてください。もし参考になった方は必ずグッドボタン、参考になった方コメントもぜひもらえるとこちらも分かりやすいので、ぜひよろしくお願いします。タートルでした。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。